でね、さ、その足でね、あの湯河原からさ、その足で今度ね、あれ修善寺の方待ってたんだよ。で修善寺経由で、で猪俣と一緒になんか昔食べた特攻そば食べたいなと思って近かったからね、要するに湯河原経由で特攻そば食べ行ったらね、あの修善寺さ、僕たちが行った時間で3組ですよ、観光客、店がほとんど閉まっていて、特攻そばも閉まってて、修善寺そばも閉まっていて、全部閉まってるね。でさ、お客さんいないんだよ。でさ、たまたま僕は竹細工ね、せっかくだって買おうと思ってさ、店行って、で、いつもこんな調子なの、最近そうですねって、ね、いう話じゃん。でさ、ね、観光客っていうか、観光の、要するにスポットっていうのが、世の中変わってきちゃったってこと。でね、おとといのさ、バーズの、おとと先ほどとか、ね、バーズのさ、経営者会議の中でさ、セミナーの、ね、若いお姉さんが出てきて、ね、今の顧客層って話してたんだけど、すごい興味深いなと思ったのは、今の なんだっけ、若い人で若い男のことを、なんか草食系、ね、男児っていうの、でその上の世代になると、ね、花子の世代が母子世代、要するにね、お母さんと娘さんのセットで消費するっていう世界ね。で、その下の今の若い人たちの草食系の人たちのは、ね、要するに全部割り勘。うん。で、別に男とか女とか関係なく、要するに交友関係をね、維持していくっていう人たちっていうことになっていて、で、今度は60歳、ね、62歳の人、第一の段階世代の人っていうのは、今度はね、要するに母子世代から、ね、絞り取られる世代なんだよ。ね、でいう話で聞いてみて、でなるほどなと思ったのは、ね、湯河原からさ、DHC の温泉使って帰ってきたんだな、ちょうど、ね、会社休みだったから。で温泉使ってさ、温泉のとこに行ったら、確かにそうなんだね、若い男女がさ、くっきり分かれてるのな、大きいテーブルで半分女半分男ね。それでなんかさ、別になんか話が弾むわけでもなくて、だらだらいて、でさ、金払うときにさ、ね、要するにきっちり一人一人分割で払ってんだよな。で普通俺なんかさ、女の子連れてったらまず大、ね、金って絶対僕たち払うに決まってるってあんじゃん、今ないんだよなっていうような世代になってきちゃったってこと、ね。で確かにね、母子世代、ね、の人たちがいて、でお母さんと娘、兄弟のようなお母さんと娘がいっぱいいるのよ、ね。で結局さ、兄弟のようなお父さんと息子っていないわけじゃん、ね、兄弟のような、ね、お父さんと娘もいないわけじゃん。世代ってさ、やっぱね、お母さんと娘なわけじゃんっていう消費で、次はじゃあどうなるかっていうと、先ほど言った通りさ、今度はね、第一の段階の世代の人っていうのは、今度はさ、ね、子供セットで来て、ね、金は年寄りが払う。昨日寿司屋もそうだ寿司行ってて、ね、まさにぴったりなんだよ、ね、要するにお父さんと、お父さんお母さんと娘夫婦なんかが来て、で結局お父さんがお金払ってた、ね、で消費ってそういうような形にさ、だんだんないつさあるわけじゃん。そとね、今我々の世代の中で、じゃあどういう形でさ、ね、ね、考えていくかっていうと、多分ね、結婚しない人ってもっと増えるんじゃないのっていうところで、今の人たちもそうだけど、第3の段階世代にとってさ、今37歳なんだけど、ね、まだ、ね、第3の、その、あ、ごめん、第2の段階世代の人が37歳なんだけど、その下の子供ってさ、ピーク来てないんだよな。で、ピーク来てないまんま、さ、どこがピークかわからないまんま、ダラダラっていくとすると、ね、ピーク時でさ、男62万人くらいですよ、多分。で、女62万人くらいじゃん。でね、女性の方が少し人数多いのよ。でね、結婚しない世代ってもっと増えるんだよな。長期的に見ると、要するにさ、日本の経済ってね、成り立たないですよ、これ多分。ね、消費についてもそうなんだけど、ね、今、ね、聞いてみるとさ、家で飯食うんだってな。うん、要するに、居酒屋とかさ、ね、要するに、外の外食とかしないで、ね、要するにさ、誰々ちゃんちで、ね、要するにみんなで持ち合ってご飯を食べてる人たちの世代になってきてる。だからこれ引きこもりの世代だよね。でそういう人たちがさ、これからどんどん増えてくると、
消費ってね、もっと減ってくるし、あと店舗ももっと減ってくると思うんだよね。でそうなってくると我々さ、何をしたらいいかっていうと、やっぱ外国人の人とか、ね、要するに、ね、あとはもう一つはね、ね、帰りがけにさ、ね、修善寺行って、ほとんど人がいない、ね、観光地としてはさ、修善寺っていつもこうね、僕なんか子供の頃ってね、要するに、なんか浴衣着てさ、うろうろしたさ、ね、おじさん連中が、ね、ワイワイガイガイやってるイメージがあるんだけど、全くいなくて、で、帰りがけにさ、湘南のとこね、通ってきたわけよ、海沿いの道ね。とさ、あそこのレストランはいっぱいなのよ。うん。で、それもね、大体、30代の半ば以降、うん。結構おやじ系っていうかさ、ね、年齢で言ったら僕なんかより一回りぐらいの下の人たちが、要するにそこでね、食事してるんだけど、消費ってね、すごく偏ってるなと思う。ね、で、じゃあ僕たちさ、これからじゃあどうやっていくかっていうと、住宅についてもそうだしな。あと、ね、今ね、我々もさ、建築のもの作ってたりなんかするけれども、やっぱりさ、既製品って多分ダメだと思うんですよ、ね、で、そこには消費がないんだと思うんだ。だからやっぱりね、我々の商売っていうのはオリジナリティをもっと追求してて、消費を刺激しなきゃダメだなと思ったわけで、なおかつそのカテゴリー別もね、についてはさ、参考になるので、ちょっとね、その人の書いてる本あるかどうかちょっと調べてみるけども、ちょっとね、その辺勉強した方がいいなと思う。で、それに基づいて我々さ、次の世代の人たちと、もう一つはこのね、60ね、過ぎてからの人たち、これきついですよ、ね、今度の23日だっけ、ね、高齢者のさ、今後の高齢者ってやるんだけど、これね、高齢者を抱えてる人は要するにさ、ね、仕事あれ平日じゃないよね。無者だったらさ、自分の人たちも高齢者抱えてる人とかいう人たちね、見た方がいいですよ。あ、聞いた方がいい。っていうのはね、もう今ね、特別養護老人ホームとかさ、ね、有料老人ホームってさ、いっぱいなんですよ。でね、高いわけ。で、一般の人に無理なわけ。ね、で、その中で、じゃあ、ね、高齢者の人たちっていうのは、ね、結果的にさ、要するに、ね、ね、介護を受けられないのか、ね、診療を受けられないのか、で、怪我をした時に治療を受けられないのかなった時に、そうじゃないんですよ。実はね、仕組みが出来上がってるわけ。ただ知らないだけなんですよ。つまり在宅介護っていうのはね、要するにね、かなり進んでいるところまで来てるわけで、これを今度解説してもらうような形になってるんだけどね、僕たちもね、今ね、年寄り一人、まあね、おふくろ生きてるからね、元気でやってるけども、これがさ、分かんないよね。明日どうなるか分からないわけじゃん。で、その中で、じゃあ僕たちの世代の人たちがどうやってさ、親を面倒見るんですか、ね、あとはね、じゃあ僕なんかもね、あとね、10年、20年、まあ、30年、まあ、40年、50年くらいかもしれないけど、ね、高齢者になるわけだな。で、その高齢者になった時に、じゃあどういう生き方をしたらいいかってことも、多分この中にはね、入ってくると思うんですよ。で、だからね、商売とか、で、我々の要するにサービスだとかいうものについてはね、かなり変わってくると思うよ、ね、で、これもう顕著に来てるわけだから、で、そうでしょ、我々そうだな、さ、不動産投資、ね、に目覚める人ってさ、今20代からじゃん、ね、住宅買おうと思ってる人は20代から、ね、30代の全般じゃん。なんでですか。これもやっぱ将来の不安なんだよな。だから結果的にみんな不安を抱えてさ、要するに生きてきてるわけじゃん。でね、いろんな不安がこれから出てきますよ。で、それに対して大体答えを出すのは誰なんですかってなると、やっぱ我々一部分については答え出せるわけじゃん。だから今逆にね、勉強するべきことっていうのは、ね、投資費用もそうだな、大事かもしれないけども、文化とかこれからのね、消費者のニーズだとかをよくね、要するに把握しながらやっていかないと、多分ね、継続して我々の商売もできないんじゃないかなと思ってるわけ。だから、まあ、いろんな商売の、ね、やり方、ね、いろんなコンサルのやり方、ね、いろいろあると思うんだけども、まあ、これね、今言ったように、ね、若い人の世代、中間世代、ね、これから第一の段階世代の人で、そのさらに上の、要するに、ね、老老介護のさ、ね、受ける側の人たちっていうのがあるから、このカテゴライズしたものを少しずつ研究していく必要があるなというふうに思った。ね、いろいろあちこち、ね、今ね、ね、出かける機会があってさ、あと日本全国ね、また今週もね、どこだっけ、こっち名古屋か、うん、こっち名古屋ね、その後福岡行くんだけども、要するにさ、地域性とか地域によってもまた違う文化あるし、ここのところに少しずつ研究していかないとダメだなと思ってる。
ね、まあ、そんなことで、ね、みんなね、要するに自分たちの、ね、仕事の中でさ、そういうものっていうのが役に立つ時代になってきたから、少しずつね、勉強していった方がいいと思う、ね。まあ、ちょっと僕も自分自身ね、もう一回少し、ね、研究し直そうというふうに考えた、まあ、ここの、ね、1日2日でした、ね。まあ、そんなことで、まあ、今日、ね、18日いいですね、なので、もう後半だから、まあ、ここでまたね、昨日ね、うちの会社休みだったわけだから、まあ、その辺でなんかトラブルとか、ね、それについては、きちんと対応してもらいたいと思います。ね、お願いします。以上。